あと気にするところといえば、今日の寝泊まりするところがどこに当たるのか、そこだけだ。面白いんだよ、なんか濡れた、もう濡れた、肩痛くないって、まあ、やっぱやだね、贅沢は言えねえ。1回目の秩父がね、取れた面白かったと思います、全部絶対面白かったね、1回目の秩父全部取れた。慣れてない頃の俺ら、今回ね、ネカフェ泊まり、なんか3回目ぐらいになってくるのね。しかもなんか、ウイスキーショットバトルの後、寝落ちみたいなこともあるしね。Thank you.
ね、社内企画ばっかやってもね、飽きると思うからね、うん、話題を決めた雑談タイムにしましょう。雑談タイムくれた。やっぱ話題はね、今ね、ホットが話題だと思うんだよ、やっぱ。今ホットは俺らの中でホットが話題といえばさ、やっぱさ、動画編集だと思うんだよ。残った動画ね。俺らね、一生懸命、ね、京都、大阪とね、富士、箱根、両方何も終わってないからね、両方何も手ついてないからね、これ何してんのって言うんだけどね、言われるだろうっていうのね、実際のところはね、それ以前の企画、足を引っ張ってんの。正直言って、俺も動画の作る楽しみ的に、京都、大阪とか富士、箱根を楽しみにしてるんだ、早く作りたくて。無駄にやめるから、川越とか。川越とかつまんないわけじゃないよ、面白いよ。ただその後のやつが濃いから、こっちの思い出がやっぱ強いからね。だからね、思い出が薄れてきちゃって、だから瞬時に作れたら超面白いように作れたんだけど、ここまで鼻息してきてやばい。2ヶ月ぐらいこれやな、問題は早く作れてんだよ俺は。しかも両方とも写真いっぱいだし、京都大阪も富士箱根、サムネイル性能も高い。写真がいっぱい。正直今で言えばさ、今この現時点、うん、ワールドスクエア作るのも楽しみだもん、今の時点だと、うん、正直
泉ソムリエ取ってることをさみんな知らんかったみたいです。バイト先の人たち、能力系なんてすごいね、珍しいとこ行ったねってさ、就職の時にさ、あ、温泉ソムリエなんでって言ったらさ、え、そうだったのって一気にさ広まってさ話が温泉ソムリエってどんなことするのってさ、何、温泉やっぱ詳しいの、まあ詳しいのもそうなんですけど、温泉の味とか匂いで泉質が分かりますやばくねえじゃんって人間じゃねえじゃんとか言われてね、大外れするって言って、